テンプスフギトと刻まれた日時計テンプスフギトオーゲベター、サインティアと書かれたベルギールデュの日時計時は、飛ぶとはラテン語の聖句である。時間が経つのは非常に早いという意味で、日本語のことわざの高陰屋のごとしに相当する。時計に刻まれる名としてよく使われる。この表現が最初に使われたのは、ローマの詩人、ベルギリウスの農耕詩の中のセットフギトインテレア。 フギトイレパーブルテンプス、シングヤラドゥンキャプテイセルコミューベクタムアモーレである。英語では、ラテン語のテンプスフギトも、英語に訳したタイムフライズも、ことわざとして用いられ、一般には、タイムズ・エイ・ウェイスティングというフレーズと共に用いられる。人生の限られた時間を無意に過ごすべきではないという意味である。また、タイムフライズ・ウェン・ユー・アー・ハビング・ファンのように、 気づかない間に時間がかなり経っていたという意味でも用いられる。ありがとうございます。